い、皆さんこんにちは。牛木翔太の営業で人生を変える YouTube チャンネル。今回はですね、まあ本の紹介っていうわけではないんですけれども、経営者のためのキャッシュフロークワドラントっていうテーマでお送りしたいと思います。皆さんこれ読んだことありますかね。金持ち父さん貧乏父さんシリーズの、まあ、2作目ですかね。キャッシュフロークワドラントっていう本で、これに関しての動画は YouTube でたくさんありますし、ネットで叩けばたくさん載ってますので、あんまり根本的なお話はしません。経営者になったらじゃあみんなこことここなのかって言ったら、ちょっと待ってよっていうことで今日お話したいんですよ。僕とこの本の出会いはですね、もう14年ぐらい前ですかね。僕が25歳で起業しようって思っていろいろ勉強してる時にですね、金持ち父さん貧乏父さんを読みました。やっぱりすごい衝撃を受けましたね。なるほど、そんな考え方があったのかと。じゃあ自分もいつかここからこっちとかこっちに、そしてこっちに行こうっていうふうにも思いましたね。この本とかはですね、割とネットワークビジネスの勧誘に使われることが多かったですね。なんで僕も金持ち父さんの貧乏父さんの勉強会って言ったら、ネットワークビジネスの勧誘だったってこともありました。まあ今日はそういう話は一切ありませんので、そこは安心して聞いてみてください。で、今回何を言いたいかというとですね、じゃあ起業して個人事業主なり経営者になれば、ここかここかって言ったら、ちょっと違うんですよ。あの、経営者の仕事とか、事業主の仕事の中でも、ここの仕事も、ここの仕事も、ここの仕事もあるんですよ。まあ、こっちもあるかもしれないですね。それについてお話していきたいと思います。これはね、起業したての人なんかね、本当こう気をつけてください。起業したとしても、E の仕事ばっかりやってる人いるんですね。これが、下請けですね。下請け仕事。上からこれやっといて、業者からこれ作っといて、作ったら何万円ね、みたいな。これはですね、起業してたとしても、本当に勤めてるのとそんな変わりません。まあ、勤め人よりかは自分の時間の自由があったりとか、まあ、お給料よりかは高いかもしれませんけども、こればっかりやってるとですね、結構きついですよ。あの、下請け仕事。デザイナーさんなんかもね、これ作っといて、これ1万円でこういうデザインお願いします。わかりました。最初は仕事がないからそれをやるしかないんですけれども、これだけだと限界があります。で、僕らの仕事もそうです。僕らのセミナー業とかも下請けみたいなセミナーってあるんですよ。あの、大きい会社とか、商工会議所とかから、こういう内容で2時間のセミナーやってくださいとか。まあ、だいたい報酬5万円とか、3万円っていう場合もありますね。まあ、2時間話して3万円もらえるって考えれば、時給1万5000円で悪くはないんですけれども、じゃあその3万円のもらってのセミナーを月に10本やって、30万円入って、じゃあそれで満足か。でもそれセミナー講師としてどうなのって思いません？もちろんそれやることも必要ですし、最初はそういうことからスタートしないといけないんですけども、なるべくここの仕事からはですね、早く抜け出してください。で、牛木ももちろんあります。少し。5%、10% ぐらいかな。下請けで付き合いのもう古い会社から、ちょっと2時間でこういう内容で、この報酬やってくださいって言われて、引き受けることもあります。まあ、たまに場合によってはお断りすることもありますけれども、割とここは少ないですね。でね、ここね、下請けだと、単価がね、低いんですよ。単価低い。ちょっと書きづらくなっちゃった。低い。で、じゃあ S になると何かっていうと、自分に自由な仕事ができるんですよ。で、単価も自分で決められます。これでかいですね。自分で決められる。1回セミナー、5万円でもいいし、10万円でもいいし、20万円でもいいし。僕も2時間話して、マックスは20万円いただけたこともあります。あの、1時間のコンサルティングセッションで、だいたい10万円もらっています。まあ、稀にこう、仲いい友達でどうしてもっていうので少しディスカウントすることもありますけども、基本1時間10万円でコンサルティングもらってます。まあ、これ悪くないですよね。そう、こことこの大きな違いは、内容も自分の自由にできるし、単価も自分で自由に決められるってことなんですよ。これが強いですね。まあ、もちろんその高単価で受けてくれるかどうかは相手次第とか、皆さんの実力次第ですし、あともちろんあの、不当なね、法外な金額とかね、詐欺みたいなのやめてくださいね。ただやっぱりここは自分で動くしかないですよ。自分でコンサルで10万円もらうとか、自分で働いていくらもらうとか、これどんな業種でもそうです。で、やっぱりここに大きな壁があるんですよね。で、このビジネスオーナー、B になってくると、自分の時間の切り売りじゃなくなってくるんですよ。そう、今いいこと言いましたね。そう。ここはね、所詮自分の時間の切り売りなんですよ。かといって、じゃあ自分の時間の切り売りをするなって言ってることじゃないですよね。あの、スモールビジネスとかね、一人社長とか起業したての方は、E とか S でやらないと食えないと思うんですけども、こっちにね、少しずつ
っちは何かっていうと、自分の時間の切り売りじゃなくて、仕組みとか組織チームで動いてお金をもらえるってことですね。例えば社員を雇って正社員雇って動いてもらって、営業の売り上げ上げてもらって、社長は営業しないで社長業経営に回すとか、正社員まで行かなくてもいいですよ。あの業務委託のスタッフを何人か雇って、そこを教育して、それ彼らが売り上げ上げてくれて会社にお金が入るとか、これもちろん組織です。で、仕組み、もちろんこうチームを編成するもそうですけども、今だったらほらよくあるオンラインサロンとか、オンラインサロンによって月々1000円とか2000円で会員が100人、200人、300人、500人来たら結構な金額になりますよね。うちでもオンラインサロンもやってますし、月会費の会員もやってます。なので会員さんがたくさん増えてくれれば、自分がこう動かなくても売上利益が増えていくっていうものですね。あと、うちここ貸し会議室として貸し出してもしてるんですけれども、貸し会議室として貸してる時って僕ら何もしてないです。まあ違う場所で作業してますけど、ここが仕事をお金を生んでくれるんですよ。自分が動かなくてもお金を生み出すものを作れるかがこのビジネスモデルですね。で、僕もまだまだここと、まあちょっとここかな。まあうちで言うと6割ぐらいここかな、3割ぐらいここ、1割弱ここですかね。で、そこから投資家っていうゾーンに行けたらもうこれ最強ですね。なのでですね、これ見てる方は個人事業主の方、経営者の方、起業してる方が多いと思います。もちろんこれからって方も多いと思うんですけども、自分の事業って、このいいっぽい仕事ばっかになってないかな。下請けで単価決められなくて、内容決められなくて、叩かれるような仕事になってないかなって考えてみてください。そして、ね、自分の自由な内容で、自分の自由にお客さん選んで、自分の自由で金額決めれるよってとこまず目指しましょう。ただ、ここは、なんだか言っても自分の時間の切り売りにはなってしまうので、こっち、仕組みとか組織とか、そういうのでお金を生む仕組みを作ってみてください。まあ、超理想で言えばね、この B だけで毎月何百万チャリンチャリンみたいな理想ですけれども、まあ、現実問題そこまで正直難しいと思います。あとこれね、やってみると分かるんですけど、自分がやっぱりある程度動いた方が、お客さんとの温度感も分かるし、マーケットも分かるんで、ある程度ね、こっちの仕事もあった方がいいとは思ってます。まあ、これは皆さんがどういうビジネスを目指しているか、経営のゴールによって違ってきますけれども、こんな風な視点でキャッシュロークワードラントを考えて、もう自分は起業したから S だ、B だ、イエーイではなくて、こっちばっかになってないかなとかって気をつけてみてください。ということで、今回の話はここまでにしたいと思います。なんか質問とか、感想とかあれば、コメント欄に入れてもらえると嬉しいです。そして、チャンネル登録をしてもらえると、こういった情報が定期的に来ますんで、チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。